ろしくお願いします。すごい、不思議。不思議ですね。ちょっとお久しぶりですね。ご無沙汰してます。どれくらい、どのぐらいぶりかな、ちょっと思い出せないですね。思い出せないぐらい前ですよね。うんうん。それが急に二人きりで車の中っていうのはかなり新鮮なんです。新鮮です。で、特にあの行く場所も決まってなくて。あ、本当に。はい、もう成り行きでぐるぐる回りながら行く感じなんですけど、我が検温がね、YouTube をするなんてね。すごいですよね。 YouTube って出会いことあるんですか？私今回初めてだと思うんです。初 YouTube。 うん、でもこれからどんどんこういう時代になっていくんでしょうね、はい、いや、なるんでしょうね。いっくんとドライブデートークの感じ。いや見てる人はいつもの癖でこっち入っちゃったんですよ。うん、これここよく通るの？そう、今これ皇居なんですけど、うん、劇場があそこに帝国劇場とかかの有名な日生劇場とかあって、帝劇、日生劇場、この辺をずっと通ってたんで、今ちょっと癖でこっち来ちゃいました。でも、はい、いいんじゃないかな。いいか、うん、YouTube だし、 YouTube だしね。 YouTube、 そうか、 YouTube 見るんですか？私ね、ほとんど見てないんだけど、やっぱでも子供が見てる、ね、あ、見るんだ、やっぱり。なんかね、ベイビーバスってわかるかな、子供が好きな、なんかパンダが2匹出てくる、はい、動画と、あ、見たことあるかも。あ、ね、あれします。ベイビーシャークトゥートゥー、あ、それはピンキーズ、ピンキッ、ピンキッズ、ベイビーシャークトゥルトゥル、ベイビーシャークトゥルトゥル、ベイビーシャークトゥルトゥル、ベイビーシャーク、いいじゃないですか。そうだ、これは子供がね、聞いてて大好きだよね。そう、あれずっと見てる。今日せっかくの YouTube だから歌ってみたりする。何を歌いますか？何？ YouTube でなんか流行ってるっていうか、うんうん、なんかいろんな人が、うん、あの歌ってみたとか結構あるんですよ。うんうんうん、そうね、そういうのどうですか？やってみましょう、それにしましょう。わかりました。じゃあ愛の手を入れてくださいね。入れますよ。歌詞がちょっとうろ覚えなんだけど、うん、なんか最近みんなが YouTube で歌ったやついきます、うんうんうん。夜中にいきなりさ、いつあぎてるのって詐欺。君とはもう3年くらい会ってないのにどうしたの。あの頃僕たちはさ、何でもできる気がしてた。二人で海に行ってはたくさん写真撮ってね。でも見てよ今の僕を、渦になった僕を、いや、そうそう、人を傷つけて、何も感じ取れなくてさ、別に君を求めてないけど横にいられると思ってた。君ドルチェ&ガバナのその香水のせいだよ。ルルドゥ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 。いいですか？素晴らしい。あのね、はい、あの、わかるよ、あの男の子が暗いバックで歌ってるやつじゃん。そう、響きがいいわ。いやもうこんなのね、一人でわーっとか言いながら運転したりすることもありますね。あの、歌ってどこで歌うんですか？喉歌いとか腹歌いとか言うじゃないですか。そうなんですよ。だからミュージカル歌うときはそのやっぱり体を使って腹式呼吸でしっかり声出すっていうふうにやるんだけど、ポップスとか歌うときはそこでやると実はちょっとリズムが取りづらかったり、その雰囲気がやっぱり出づらかったり、あ、はっはっっていう感じで、君とはみたいなじゃん。別に君を求めてないけどみたいなじゃん。全然違うね。そうなんですよ。これでこんなに違う。なんかたまにその演劇のその発声の先生も、はいはいはい、なんとかね、ズンマーとか言ってるかな、鹿のズンモーズンモーとかなんかズンモーイノシシとか豚のお面をかぶってるこの鼻のところでハミングするようなとか、あとはなんか首の一番上の骨のところを意識してとか、なんかちょっとさ、わからない、なるほど、うん、なんか、うん、
結構その日本語って響かないんですよ、うん、日本語のその言語自体が、うんうん、あのすごく響かないって言われて、僕のその先生とかですごく言語とかも勉強されてる方が、特に日本語っていうのはそのボソボソ喋っても相手にちゃんと通じる言語で、その体を使わなくて息を流さなくてもこの辺で喋れちゃう言語なんで、それがすごくその演劇とか歌を歌うことには向いてなくて。そうなんだ。英語とかだとすごくその体をしっかり使って息を流さないとその母音とかでその響きが生まれなかったり、例えば空港とかいても海外の方が会話されてたらちょっと離れても声が聞こえてきてるじゃないですか。響きがすごく深いというか、だから英語の方がすごく歌に向いていたりして、その英語のポジションで日本語で歌うとかっていうことを先生とトレーニングしたり。そうなんですよ。だから日本英語の、例えば海外の方が日本語を喋るときって私はなんとかで、確かになんとかなんですねっていう感じになるじゃないですか。それが実はとっても歌には大事で、息を回す、動かすっていうこと、例えば子供でもはい、いいえとか、違う、ママ、なんとかとか、はいっていう感じじゃないですか。で向こうだと Yes! No! No! No is no! Mommy! Don't touch me! Dad! Mama! No! って言うんですか。確かに、回るね。はい、いえ、なんとかって、息ポッて止まっちゃうんですよ、日本語って全部。それがすごく歌だとダメで、そのうーんってこの息の流れがとっても大事だっていうので、そうなんだ。だから海外の方は日本語喋る、うんうんうん、真似をするっていうのもすごく歌の練習になりますね。カノさんごめんなさいよ。そうカノさんそれカイヤさんですよ。こんにちは何言ってんのマヨみたいな。マヨマヨ嘘つかないでよなるほどね。そうなんですよ。へえ。今そこ定劇なんで一回ちょっと英語勉強ちゃっていいですか。まあ職場ですね。はい。定劇か。定劇で主演とかやってんだもんね。いやすごいよ。ありがたい。本当に。最初に主演の初日でとか覚えてる？いやもう人生で一番緊張した日とは思うんではないぐらい震えましたね。24歳の時なんですけど。また早いね。そうなんですよ。すごいね。チャンスいただいてやらせてもらったんですけど、だここ来るとちょっとやっぱりドキドキして、なんか変な緊張感生まれますよね。そっか、特別の思い出の場所だもんね。そうなんです。じゃあ一回ここで止まります。はい、到着。いやなんかお話面白いですね。面白い。なかなかね。なかなかこんなゆっくり話せないですもんね。そうですね。はい。今公演中だったんですよ。もしかしたら今昼公演やってるかもしれないですね。オープン番中。はい。こっちに知ってる人います。宣伝していいですか。もちろんです。私が来年主演をやらせていただきますモーツァルトのコースですね。モーツァルト。はい。4月5月モーツァルト、はい、いやでもねコロナを経てそうなんですよ。でこれがね僕のデビュー作なんですよ。この定劇デビューがレミゼラブル。でだー、不朽の名作。 Do you hear the people sing singing the song and sing。 はい、これから定劇のスタートになります。定劇の舞台に立ちました。定劇の舞台に立ちました。ボスの舞台。話しながら大変だね。ごめんなさいね。全然全然全然好きなんで。ドラマの作品で主演とかされて、うん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 、ものすごいスケジュールだったり、うんうん、寝れなかったり、うんうん、どんどん台本も覚えてとか、うんうん、究極まで経験されてると思うんですけど、大変な時期、うんうん、それとその子育ての大変さっていう、どっちが大変って言うときに、それだからその結婚前は、はい、もう思い残すことないなぐらいに仕事もやらせていただいて、うん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 、で旅行も好きで結構いろんなところ行けたし、はい、もう何でも乗り越えられるっしょと思ってたけど、
まあ甘かったね。もう全然甘かった、甘くて。はあ。もうなんか。そうですよね。毎日白目向いてましたよね。いや、子育てはすごい凄まじい。なんかね、こんな大変なことが日常こんな当たり前にとされてるっていうのが。はいはいはい。不思議、いや、うん、見る目が変わるというか、ね、もう街でね、お子さん連れてるママとか、うん、今もあそこにね抱っこしてるママいるけど、そういう頑張れと思いますもん。確かに、ま、なんか前は、うん、なんか子供生まれる前は、うん、なんかほのぼのするなとか、うんうんうん、かわいいなとか、そういう感じで穏やかな時間なんだろうなって見てたけど、うんうん、今は本当にこうベビーカー乗ってる子で手引いてエルゴの人とかいるじゃない。はいはいはい、います。みたいな、お察ししますみたいな感じだよね。本当そうですよ。だからどんだけ自分が忙しくても叶わないと思います、うんうん、子育てをしてるママには。だからお仕事も今ねされてるっていう、ママさん仕事でもやっぱ仕事の時間でも本当に、うん、子供の可愛い時期をね、あのに仕事っていうのも気も思いもあるけど、はい、その働く姿を見せるっていうのも、うんうん、今はあの、ね、大変なことが多いかもしれないけど、はい、後々あお母さんこうだったなっていうので伝えられることがあるかもしれないなと思うし、うん、自分の人生としてもやっぱりこうゆくゆくは子供と離れなきゃいけない、うんうんうん、子離れ親離れ、そうですね、しなきゃいけない。でもその後自分の人生まだ続いていくわけだから、うん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 、長い目で見た時にはやっぱりこう考えながらペースを作って仕事するって大事かなとか思ったりしますね。見たい方もたくさん、ね、待ってらっしゃるし、あのさんの作品を。いやいや、とんでもない、もうそんな。いやでも本当、ね、うち家族4人だけど、うん、やっぱり誰も怒ってない瞬間とか1日で5分ぐらいしかないもんね。誰も泣いてない、誰もイライラしてない、誰もぐずってないっていうのって。あ、そっか、でもそうですよね。子供がいる家だったらそうですよ。なんかうちもそういうわーって常になってますからね。え、なんかすぐ部屋も汚くなるしさ、うん、レゴ踏んで痛いみたいな。レゴ踏んであれ踏むと痛いんだよね。わかります、わかります。でも菅野さんなんかも長く10代からやられてて、うん、そのこの方はすごく尊敬するとか、うんうん、憧れてる女優さんとか俳優さんっていらっしゃいます。もちろんその共演した方でもいいし、うん、質がすごかったなとか、いろんな素敵な先輩たくさんいらっしゃいますけど、はい、女優さんでは、うんうん、同じ会社の先輩ですけど、はい、天海祐希さん、あ、そうですか。すごい方ですよね。素晴らしい、すごいです、うん、生き方がもうきちんと、そうですね、演じ手として、はい、女優さんとして、はいはいはい、もう乗り越えてきたいろいろが違う気がする、うん、いつもこう姿勢がちゃんといいっていうか、そう、気を抜かずにちゃんとこう女優さんでいらっしゃるっていうのが、うんうんうん、気合の入り方がね、いつあってもね、うん、桁が違う、本当に変わらないですし、うんうん、現場のスタッフの若い子とかの名前 も、はい、もうちゃんと覚えて、うん、で、鍋ちゃん何とか、うんうんうん、どうしたのとか、さらっとそれができて、うん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 、たまにこうユーモアで、うん、モノマネとかしてくださってモノマネを和ませてくれたりとか、そうそう、あの天海さんの生き方というか、うん、そう、生き方がもう女優さんじゃない、まっすぐに覚悟を打って生きてる感じが、うん、かっこいいですよね。男性を見てもかっこいいなと思いますし、うん、もう撮影は始まってるんですか。あ、もうちょっと先なんですよ。今でもわっせわっせセリフを覚えて、あ、準備期間というか、セリフって早いですか、覚えるの。わかんない、もう久しぶりだから、もう前のこととか全然覚えてなくて。すごい早い時とかあります？その時期的にもうポンってすぐ入った時期とかありました？だから若い頃は4冊ぐらい、はい、手元に違う台本があったりとか、うわ、違う作品があって全然、並行しちゃったりとかしてたから、はいはいはい、すごいな。でもなやっぱさ、無茶ぶりがさ、はい、育ててくれることってあるよね、うん、やるしかないってね、できるかな、できないかなじゃなくて、やるかやらないかだから、はい、やるかみたいな、やるしかないでしょ、はい、すごいな。4冊いやでも快適じゃないとできないことだったね。そうですよね、結構遅いんですよ、うん、なんかその
稽古を何回もして覚えるっていうのが染みついてるんで、パッと覚えて、しかも現場行って、うん、あ、はじめましてよろしくお願いしますって言って用意どんで焦るじゃないですか。だから時にはその舞台よりもライブなんじゃないか、生なんだと思う時あるんですよ。役者同士としてはどういう方か知らなくても親友だったりすることもあったり、そこでどう動くんだってお互いに探りながらっていうか、感じ合いながら芝居していくってすごいライブだし、覚えたてほやほやのセリフをみんなにぶつけ合って、それがもう全国で放送されるって、逆に言うとやっぱりある意味すごい緊張する。映像はやっぱそのぶつかり合いがあれなのかしら、ね、舞台はやっぱり積み上げていて、みんなぶつかり上げていく、瞬発力というか、でもこれからさ、なんかネット、これもそうだけどさ、ネットの時代になってきてさ、はい、そうなんですよ。そうなんだってそうなんだってそう、本当にいろんなエンタメが溢れ返っているんで、そういう意味ではそのライブというか、まあ、今はちょっとなかなか難しいもあるけど、ライブとか舞台、そのお客様が目の前にいてそこでパフォーマンスするっていうことは多分昔もこれからも唯一変わんないエンタメだと思うんですよ ね。確かに意外にこういう時間って取れないし、二人きり感想になることもないですね、確かに。でもやっぱりそのバラエティ番組だったりとかすると、はいはい、バラエティの進行があるから、今日みたいに演技の話とか、そういうのってなかなかできないもんね。確かに貴重だったな、バラエティ番組ではこういう感じにはならないかもしれないですね。でも大変でしたね、やっぱ喋りながら運転しながら。いや、ね、ありがとうございます。それ楽しかったね。なんかコロナもあってね、なんか気軽に誰かと会って喋れる感じがなくなっちゃったから。そうなんですよ、こういうのってやっぱ大事なんだろうね。いやでも本当そうですね、もうコミュニケーションが取れないっていうのは一番辛いですよね。なんか日本人はこういう風になんか誰かと喋ってるのがセラピーになってる気がします。あ、でもそうです、そんな気がしますね。悩みを直に喋るわけじゃなくても、はい、違う話しててこう頭が切り替わったりとか、ちょっと気持ちがすっきりしたりとか、絶対ありますよね。それができなかったもんね。さあもう間もなく到着になりますが、はい、いやもう楽しかったです、ありがとうございましたこちらこそです、ありがとうございました。なんか同じ会社にいてもこういう、そうなんですよね、がっつり話せる機会ってないもんね。ないですね、現場でね、あの同じ作品だったりすると少し合間でね、あるかもしれないですけどね。お疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとうございました。ありがとうございます。運転お疲れ様でした。とんでもないです、もうあっという間でした楽しかった、ありがとうございました。